はい、回りました。ツイッター連動してんの？え、してます。ああ、そう。ああ、どうも、早い、なんか、一応、なんか、鬼畜さんと、いや、天の、あ、坂本でございます、わかるの。鬼畜さんとなんかね、まあ、いろんなひょんなことから、今、上野の東京国立博物館でやっている、東博ね、通称東博でやってる、国宝展の話をしていたら、じゃあ、坂本さん、それ喋ってくださいって言われたので、喋ることにしますが、上野の東京国立博物館で現在国宝展と、まあ、通称国宝展をやっております。あれですね、簡単に言うと、上野の東博が持ってる日本の国宝は現在発表、さっきね公式サイトちらっと見たら、日本のあれですね、日本の国宝は890点、うち89点が上野の東博に結集しているということで、集結しているということで、それを全部お蔵出ししますという展覧会をやっておりますということですね。で、まあそれは見に行かなければならないということで、それでですね、まあというような話を竹地さんが回せということでやってるんですけど、ああでもあれですね、僕の知ってるにわか知識だと、あれは一応前期後期、もちろん展示会はするわけですよ、うん、で前期後期とあって、僕は聞いてる話だと全89点、東博が所蔵してる89点の国宝のうち前期後期を見れば80点はキープできると、うん、82点ぐらいは抑えられるそうです。ただ、さらに細かく言うと 4つぐらい分かれてるんですよ。全4期ぐらいあるわけですよ。その全4期全部見ないと89点全てはキープ、抑えられないと。で、あれですね、だから例えばさ、上半期のそのまた前期後期があって、上半期のそのまた前期後期で2点ぐらいずつ展示会がある。あ、そうですね、展示会あるみたいですね。なので、したがってで下半期の前期後期もそうで、もちろん東大枠の上半期と下半期で展示会が大きくされるんだけれども、まあだからそれを見ても89点中80点は多分抑えられるはずなんだけど、1個いけば80点は抑えられるってことですか？違う、前期後期あるから。あ、前期後期あるんですか？前期後期両方見れば89点中80点抑えられる。前期でも40何個。だからさらに言えば4分の1があるけ。前期の前期みたいなのは。だから何点か前期の前期、前期の後期、後期の前期、後期の後期で展示分けする。一点一点でかいってことですか？何が？物が。でかいのも小さいのもある。だって全部だから、要するに、まあ絵画とは言わないんだけど、書画、骨董、あれで書画、骨董、あと、埴輪からさ、土偶、埴輪から、あとあれじゃない、刀剣までやるわけでしょっていうことなんで、だから、基本的に前期と後期を抑えれば、89点中80点は見れると。で、本当に89点コンプリートしたい人は、上半期、前期の前期、前期の後期、後期の前期、後期の後期っていうね、細かく分ければ4分割されたら全てを行く必要があると。っていうことで、まあ今、あれですね。いやだから今あれですよ、もう予約大殺到です。そんな図録買えばなんとかなるとかそういうわけもんでもないですか？いや、図録なら別にいくらでもあるんだけど、だって国宝なんだから。うん、いや、図録っていうか、画像はいくらでもあるよ。現物を見れるかどうかって議論ですね。なるほど。で、で、一点一点が超高いってことですよね、買うと。買うと、10億、数十億の世界だよ。うん、金に換算すればね。うん、まあ例えばだから、あれですな。いやだからということで、ね、だからただ今予約サイトすごいことになってんだよね。今もちょっとサイト開いたらさっき見たら、ね、まあ無理で開かないでしょ。いや、ね、重いっすね、クソ重いっすね。開かないんだよ、つまり予約サイトが開かないわけ。だからその東博のサイト自体も重い、重いっすね。まあ、クソ重いんだよ、クソ重いっすね。でさらに予約サイトは開かなくて、でそれでさ、あれ不具合かなと思ってリロードしまくるやつのために、だからツイッターに流れてたけどさ、あれじゃん、予約するやつのために、だから予約サイトにアクセスするまであと5分お待ちください今のままみたいな、そんな親切なあれまでできてるくらいで、いやだってあれでも全国から結集するらしいよ。うん、ああ結集ったら来る、見に来る人もってことですよ。まあもちろんね、結局東博所蔵の国宝だから、まあまあ別にこんなね、にわか美術マニアが言ってもしゃあないんだけど、例えば伊藤若冲の動植綵絵はありません。なんでかっていうと、あれは宮内庁三の丸肖像館だからです。あと、例えばあれですよ、俵屋宗達の風神雷神図屏風はありません。あれは建仁寺だからですっていう話はあるんだけれど、
まあ、あの見どころのあれはものとかあるんですか、今回見どころの。これは見どころってだから山ほどあるけどね。いや別にあの例えばあれだよ、普通にあの長谷川東博のさ将棋図屏風とかはあれか、あれは前期の前期の後期に展示されるみたいだけど、将棋図屏風はだからいや別にまああの別にだから東博が抱えるここの一挙、あちなみにみんな言ってるけどさ、僕ほらあれですよ、在家坊ってねツイッターラーがいるんですよ、いやブロガーでもあって、うん、あ日ごとにランダ、ね、敵と、はいはい、ランダに敵と戦うってさ、存在の在にあれですよね、あーだあーそう在家坊中華の蟹行こう、だから在家坊ってさ、ね、在家坊ってハンドルネームのさツイッターラー、今ブロガー元ブロガーですよ、いや今ブログやってると思うが、うん、日ごとにランダと敵と戦うっていうブログをさずっとやってさ、でほら、あの仕事しながら週末にどこの美術館行った、美術館行ったとかいろいろずっとブログで書いてて、今ツイッターもやってる人ですけど、その在家坊がさ、あのあれだよ、だからアナウンスしてんのが、だから要するに、まあ僕は言ってるのは今言ってるのは、あの在家坊の受け売りですよ。要するに、東博の国宝展を全部見るなら、あの、なんだろう、前期の前期、前期の後期、あの後期の前期、後期の中期、それを全部見れば89点押される。ただ前期と後期だけ行っても80点押されられる、うん。これも在家坊の受け売りではございますけれども、いや、だからあれですね。その、まあ、まあ、あの、なんて言えばいいのかな。あの、まあまあ、超大混雑の大行列みたいなんですけれど、うん、あの、ほら、ね、僕は東博はさ、あれですよ。あの、東博のさ、あの、旧館とか東洋館とかさ、まして法隆寺宝物館はいいんだよ、田口義雄の。うん、ただ、あのね、東博の新館なんとかしてくんないかなと、企画展専門の。あら、どこの田舎の結婚式場ですかってみんなディスってんだけど、あの、いや、つまりさ、あの、建築家じゃなくて、あれは文科省がさ、適当に寄せ集めて、適当にもう絵に描いてあるお役所仕事で作った新館、うん、本当に田舎の結婚式場みたいな新館ですよ。あれはなんとかしてくれと思うんだが、あの、旧館や東洋館や法隆寺宝物館はいいんだけどね。まあ、その話はさておき、まあ、その新館で、多分まあ、もう国宝の一挙展示をやると。もちろん、雪舟とかも東博は持ってるので、そういうのも含めてやるわけですわな。まあだからあれですね、いやだから東博の国宝展って今だからあれですよ、美術漫画の中では一応これはだから要するに一応ほら東博150周年記念じゃないですか、1872年成立の設立の一部と二部で分かれてるみたいです。あだからそうそう、だからまずそうだよ、だから前半後半は全部、前半と後半ではだいぶ一部二部ではだいぶ展示会してるから、あいやあの一部で、いやあの一部のさ国宝もそう飾られてるところ、二部の飾られてるところっつうんで全部で150点ぐらいある。ああ、だから国宝以外もまあ展示してみたら。そうですね、89点っていうのが国宝ってことですよね。そうそう、そういうこと、そういうこと。だから、あの、あれなんですよ。あの、いや、だから、まあ結局のところ、まあだから超大混雑みたいなんだけど、うん、まあそれはだから一応ね、あの、今年のさ、一応美術マニアの中のやっぱり目玉はこれだって話はあって、うん、東博150周年記念で、それで150周年記念だからっていうことでなんとかやれたと。うん、なんでかって、ほら。あの僕もまあそんなにマニアではないけれども言うのはほら要するにいわゆる日本画の語弊があるんでね、つまり日本美術のさあの骨董品的なものな骨董品的なら国宝になるようなものの数々っていうのは保存の問題があるわけですよ、うん、ということでだからそれさ油絵と違うわけですよ、うん、だからプラド美術館いつ行ってもラスメギーナスとあのゴヤとあの ボスの快楽の園が飾られてるみたいな世界ではないわけですよ、うん、ということは、ね、保存期間の問題とかやっぱあるんで、それをなんか一気に全部出しっていうのはまあ、快楽の園とか日本に来てるんですか？え？快楽の園は日本とかに来てる？来たことないよ。あ、ないですね。いや、基本的にプラドの手法は日本に来ません。なるほど。裸のマハも、裸のマハも、黒い家も、快楽の園も、もちろんラスメギナスも日本には来ません。うん、いや、多分来たためしない。うん、だから昔モナリザが来たってのは大したもんだなと思うし、あと結構フェルメールはよく日本授業してんなと思うんだけど、うん、あ余談ながら、どこだっけ、あのイタリアの美術館でさ今あれでしょ、あの世界にほら現存してるフェルメール22点中の20数点中の20点を集めて盛大な展覧会やってるらしいんだよね、うん、あれ超大行列らしいんだけど、まあだからまあ日本、まあ、世界中から発散してるやついるでしょ、フェルメール20点一丁目ですよ。まあただまあそういうところの中で言えばあの何つったらいいのかね、あのということでだからあのまあ今基本的にまあやっぱり、まあ、ちなみに一応なんかねあれですよ、まあふかして言ってるのかもしれないけど、だからあの東博の学芸員はさキュレーターはさ次これやれるとしたら50年後ですね、100年後とは言わないが50年後ですねっていう世界ですね、ということで我々が生きてるうちは大概見れないので今見に行きましょうって話になるんだけれども、であのではだからあのなんて言えばいいのかな、東博のあれですね、
そこで言うならば、あの、あちなみに刀剣は通気展示ですよ。うん。だからさ、僕驚いたら別に全然いいんだけどさ、今刀剣ファンってやっぱ増えてんだね。うん。いや、刀剣乱舞なんですよ、一言で言えば。やっぱり刀剣乱舞の影響で、刀剣ファンが本当に増えていて、うん、ほら、昔、いや、今もあるんだけど、刀剣博物館ってあるじゃん。うん。あそこ来場者増えてるらしいんだよ。うん。ほら、移転する前の刀剣博物館って有名じゃん。うん、あのほら、もう何十年も前だけどさ、あの来館者がさ、展示されてる刀剣をガラスケースぶち破って刀剣でそれで切腹して死んだって話じゃない？知らないです。え、そんなあったの？有名なエピソード。へえ。旧刀剣博物館で来場者がガラスケースぶち破って展示されてる刀剣で切腹して死んだってことがあったんですけど、へえ。 まあそんな歴史もありつつ、刀剣博物館は今移転してるんだけどね。だから刀剣ファンのおかげでやっぱ、だからほら今あれじゃん。だからあれだよ。今回の東博のさ、公式サイト見てもさ、刀剣についてはずっと通気展示ですよ。いや、つまり当たり前だけど、書画と違って、そんなに保存は書画に比べれば、ほら、保存についてはそこまで気づかなくて済むじゃない。そうですね、まあ、ティック、金物。だから刀剣はもう全部、前期展示ですよ。と、うん、いうことで、その、刀剣は前期展示してますっていうので、公式サイトもやってるわけですよ。うん、要するに刀剣乱舞で刀剣にはまった、まあまあ、おおむね女性だろう人たちにやっぱりそういうアピールはしているということは、差別にもちろん悪いことじゃ全然ないわけですけどね、っていうことはあると。あの、まあ、いや、気がついたら刀ブームが来てたらしいからね、うん、いや別にあの刀剣乱舞ファンをどうこう言う気はないんだけど、なんか知らないけど、みんなで靖国参拝して国際問題になりかけたって話も聞いたけど、あの、刀剣乱舞ファンってほらアジアに広がってるじゃん、日本のみならず、うん、だからなんか日本の刀剣乱舞ファンがよくわからないけど、なんかね、刀剣乱舞にハマったわけ、いや別に右翼になったって言いたいわけじゃないんだよ、うん、まあ要するにオタクの行動様式によくある話なんだけど、うん、それであのなんかみんなで靖国参拝してイベントで、うん、それであの中国の刀剣乱舞ファンと揉めたりしたらしいけど、国際問題化するなよみたいな話なんですよ。もうこれでそうそう刀剣乱舞の話はいいんだけど、うん、ただあれですね、まあ基本的にだから国宝展っていうのはまあいやだから、なんだ、国宝展のアナウンスを明るでしてもしてもいいとは思うんだよ。だからもう次やるのは50年ぐらい後、一応東博の、ね、まあ、キャレーター、うん、キュレーター学芸員は次これをやるのは50年後ですねみたいなことを言ってるので、まあ、見に行くと結構いろんなものがもう本物見れてお得なんで、行ける人は行きましょう。まあ東博オータとしてはさらに言えることはいろいろあるけどね。ただ東博って一応国宝展示室とかあってさ、うん、東博って上野のとこですか？だから上野の東京国立博物館だよ。あ、芸大の近くのとこですね。芸大の町、芸大の近くだよ。あの上野の東京国立博物館の東博のあれですね、あのは国宝室って一応あってさ、あの月替わりで国宝の展示してんだよ、うん、だからよく言われるじゃん、あの2年に1回ぐらい正月行くとほら、あの有名な長谷川東博の松林図屏風が見れるとかって話はまあよく言われてるんだけどね。だからちなみに今年はその国宝展の準備のためか、あの将来国宝になるかもしれないものの展示をしてるんですけどね、その国宝室は。別にさ、それでいいんだけど。ああ、いや、なんか150年ただあれね、上野東博ってね、の常設展。上野東博常設展は、みんなもっと行った方が、まあ、いわゆる古美術好きなら行った方がいい。というのは、結構十分とか国宝が普通にね、まあ普通に、なんつうの、ザラッとバーンと置いてあるよ。まあ、別に国宝や十分だから偉大だということを言う気はないけれど、やっぱりね、結構ね、いや、本当に面白いものがいっぱいあるし、まあ、展示空間としてもやっぱりあれは面白いと思う。あれは渡辺仁志がさ、やった典型的な定款様式の建築物なんだけれども、まあ、あれについてはいろいろあるっていうのはあるけれど、ただやっぱね、今のね、田舎の結婚式場みたいな新館の100倍増しなので、そういうことも含めてね、上のね、国宝展というのはやっぱりね、非常に、いや、これはね、でももう今、日本美術が多少関心がある人は行った方がいいと思う。ただし、風鈴、なんで伊藤若冲の動植綵絵がないとか、なんで俵屋宗達の風鈴雷神図屏風がないのかと言われても、あれは別のところにあるやつなんで、東博のあくまで東博の持ってる国宝でしかないので、っていう話はありますな。ただ、雪舟は確か東博はそこそこ持ってるんで、雪舟も多分出るでしょう。例えば、狩野英孝だって、ヒノキ図屏風はあるわけですよ。ちなみにね、やっぱね、すごいよ。まあ僕はあんまりさ、日本すげえ論好きじゃないけど、やっぱりね、日本美術の歴史ってやっぱり面白くて、やっぱり例えばさ、狩野英孝や、この間、東京芸大で宮内庁三の丸肖像館が持ってるさ、例えば、狩野英孝のさ、唐獅子図屏風ってあるんで、有名な国宝、うん、これ国宝です。
でやっぱりあれは久々に見たけど凄まじいですね、うん、要するにあの安土桃山時代にさ戦国武将のために下手すぎは織田信長のためにつまり天下人にならんとする連中のために作った壮大なる図屏風ですよ。やっぱりあれは凄まじい迫力であってやっぱりこれは大したものであると。狩野派ってのは後々まあ僕に言わせればつまんなく官僚化してつまんなくなってくるんだけどやっぱり狩野英徳はすごいと。でまあ狩野英徳の唐地図屏風は浅野丸肖像館だから今回は展示されたんだけどまあ例えばヒノキ図屏風ってのは出てるわけですよ。でヒノキ図屏風は今回はあれでしょ前期の前期だったかな、つまり4分の1期間中の4分の1しか展示されてないんだけどまあ俺は前見てるからあれなんだけどね。だから坂本さんは4回行くんですか2回行くんですか最低最低2回は行こうと思ってるからあのいやいや一応ここは全部総ざらいしておきたい。僕は あれですからね、僕は最近40になったからさ弱い40になってさついにさあの書は骨董にはまりだしたからね。ああもうじじいですね。あで買う気は全くないんだけど小林亮みたいにさあのタイマーはたいて買う気なんか全くないし金もないんだけど、ね、俺昔はさ中国美術かも中国の昔の中国美術とか全く興味なかったんだけど最近面白がりだしましたからね。ああもうじじいですね。もう書は骨董にはまりだしたから古美術にはまりだしてもう昔から文章で好きだった白洲正子とかますます読み直しちゃってますからね。僕はあのギャラリーフェイクのあれですね。ああだからもうだからあれですよ。だからもう最近僕はあれですよ古美術にはまり始めてますからね。僕はもう、うん、もはやあのもうあのまあまあ一方であれですよ一応あの上野で言えば西洋美術館でほら今あれじゃん西洋美術館のほらベルリンのさ個人コレクターがさあの生涯かけて集めたピカソ、マティス、セザンヌ、あとあれだ、クレー、パウル・クレー、 あとジャコメッティとかあのその辺の連中の展示も面白かったけどね。あ小本太郎はどこやってるんですか。東京の美術館。あ東京の美術館ってどこですか。だから上野の親上野だよ。あ上野っすか。全部上野に集約されてる。あの東京都美術館の岡本太郎って僕はね岡本太郎って偉大だと思ってるんですが、ただ僕さほらあの川崎に岡本太郎記念館あるじゃん。あれさできあの家がたまたま近所だったからさできてから散々行ってるのでもう飽きてる。岡本太郎の代表作とか一通り全部見てるわけですよ、うん、ということなんで結構まあだから改めて飛びに行く気もないんだが岡本太郎の人生は大体全部フォローしてて偉大な人だと思ってるけどね、うんうん、まあだからね あのという意味で言うとあのまあまあだからですよ。いや今、まあ、もう役はあれですよね。休日は全部待ってて平日しかないって感じなんですか。じゃないの俺調べてたけど、うん、多分もうその世界で。だって日本中から駆けつけてんだもん。ああ日本中からですか。いやマジで。じゃあ自分みたいにもう近く住んでっからしゃあねえから行くかみたいな感じではないと思います。平日フラット平日だったら当日系は全くやってないんじゃない俺の理解では。いや当日系は一応アリバイとしてキープしてあるだろうけど当日系存在しないんじゃないかな。あの平日ですだもん、うん、いややっぱりね、ここ89.1挙出してるのはね、前代未聞のね、の総挙ってやつですよ、うん、やっぱりね、いや別にここだからありがたいって観念はどうなのかって議論があるとしても、うん、いやでもやっぱ大したもんです。やっぱね、ここ一挙見っていうのはね、いい経験に、これだからね、興味ある人は見に行った方がいいと思う、うん、ここ一挙見っていうのはね、やっぱり面白いと思う。これはもう平日、まあ、僕は別に日本すげえ論じゃないけど、やっぱね日本ね、日本美術史っていうのはね、日本美術史っていうのはやっぱりね、あれなんですよ。まあ別に他国に比べてどうこうという気はないけど、やっぱりまあそれなりにそれはね、なんて言ったらいいのか、ちゃんとね、フォローして叱るべきね、物がいっぱいある。有給取ってでも行った方がいいレベルですか。僕はそう思うよ、美術に関心がある人は。美術か、講義のアートに関心がある人は行った方がいいと思う。いやだから、自分で言うんだけどさ、僕は基本的に東亜結構行ってたからさ、東亜結構行ったし、東亜は前もね、もうちょっと別の中規模の国宝展やってんのよ。それは他のとこはかき集めたものも含めて、ので従って伊藤若冲も、俵屋宗達ものあるんだけれども、だからということは、多分今回展示される国宝のうちの、そうだね、半分は、多分半分、4割は見てると思う、俺は。4割は見てると思う。だからまあ、残りの5割やっぱり見てみたいよね。うん。でもそういう国宝はやっぱ閉まってあるもんなんですか。ん？閉まってあるもんなんですか、普段は。何が？どっか飾ってあるもんなんですか。いや普段は超閉まってるの。超閉まってるのか。ああ超閉まってるんだったら見に行った方がいいじゃないですか。いやだから当たり前じゃない。いやだから世の中にはもっと凄まじい世界があって、だから秘仏案件になってるのがいっぱいあるわけですよ。じゃあ最近ほらネットであれだったのがさ、ほらあれじゃん、あれも建仁寺だっけ、忘れたよ、忘れたら、あの鳥獣戯画ってあるじゃん。はいはい。鳥獣戯画展を巡回したのかな、あの福岡かどっかの美術館でやっていて、それでほらあれじゃん、来場した女性がさ、ほらあれじゃん、あの何つうの、あの持ってきた鉛筆と
スケッチブックで鳥獣戯画王じゃないんだよ、鳥獣戯画展に手伝った他の仏像みたいのをスケッチしてた美術館に、キュレ美術館の人にやめてくださいと言われたと、うん、でもガラスケースに入ってんだよと、うん、ね、だから別にさ、あの鉛筆の粉が飛ぶわけでもなんでもないじゃんと、うん、でそれで自分がスケッチしててそれすらダメなのかと、うん、大混雑なわけでもないし、鳥獣戯画っていうのは人気だけどそれじゃないものをスケッチしてるわけです、うん、それ結構紛糾したんだよね、うん、ただあれは問題が一個で、あれは、ね、貸し出してる寺が何寺、建仁寺じゃないわ、別の寺なんだけど、要するにあれ鳥獣戯画持ってる寺があるわけよ、あの寺が全部ダメっつってんだよね。あ、なんでかっていうと基本的に宗教物だから、うん、あのまあ鳥獣戯画は宗教物なのかって時々議論があるんだけども、基本的にあれってね、貸し出してる寺がさ、あのそういうの全部ダメっていうわけですよ、うん、要するにスケッチとかね、あのご神体みたいなもんなんで、スケッチとかね、なんてね、こう不敬なって話になるわけですよ、うん、いや僕はそれがね野蛮なんつうの、それがあの全近代的で野蛮だったら悲しいも思わない。ただ美術館側は結局その辺はさ議論できない、やっぱりですか、やっぱね、かもうじゃあ貸しませんって言われたら終わるので、あの長寿期は貸すのにとか金出してないですか、いいからさあ、その辺の銭のあれのことは分かるの、うん、ただやっぱあの辺の連中ってのはさ、いや別にあの自社仏閣の責任者たちが悪いとは言わん、実際だって自社仏閣にとっては要するに宗教的な秘仏だからさ、うん、まあ長寿期まで含めて結局それをさ、公衆に開示するっていう意義をどこまで了解してるかっていうと、まあ、ギリギリの線で了解してるんだよね、うんうんうん、だから美術館に貸し出すもやむを得ないか、ただし条件は尽くさせてもらうという話なんですよね、うん、だからあの、あ、じゃあそういうのを見れるからじゃあ行った方がいいじゃないですか、うん、じゃあ行った方がいいじゃないですか、鳥獣戯画もないけどね、うん、いや鳥獣戯画は鳥獣戯画だから、だからどこぞの寺が持ってるから、うん、だから基本的に東博が持ってる国宝ですからあれは、うん、だから京都や奈良のどこぞの寺が持ってるあれやこれやそれやっては別にもちろん出てこない今回は、うんうん、とはいえね、東博が持ってる国宝ってもなかなか大したものがあって、うん、摂取とかってあるからね、あの、うん、だからそれはね、一挙ご開帳するんだったらね、まあこれは見といた方がいいと思うんですよね、うん、あの日本美術史ってのはやっぱり、いやいや僕はやっぱさ、あの死んじゃった橋本治のさ、ひらがな日本美術史っていうのはさ、偉大な仕事だったと思っていて、だあれなんか、まあ、あの橋本治の文章ってまどろっこしいので、まあ、本人分かってないけどまどろっこしいから厳しい、あれを見るのは厳しい、あれは結構読むのは厳しいって人もいると思うが、ただやっぱりね、あの日本美術史ってやっぱり面白いものがすごくあるのは確かであり、あのかつね、あのとはいわゆるさ、既存の系譜ってあなたは知らないでしょ、うん、つまりさ、あの別に偉大なる辻信夫先生とかがさ、結局分からんかな、あの伊藤若冲とか曽我昭伯とか長沢芦雪とか宇田川国芳とか、うん、方ね、つまりキッチョ、キッチョ分かるかな、なんて言えばいいのかな、あのキッチョ分かりますよ、キッチョは分かる、あるつまりキッチョとされていて、つまりさ、奇境な絵だよね、うんうん、奇境な絵っていう日本のあの昔の絵画、つまり全近代絵画の中の貴重な絵の系譜というのがあって、うん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 、それをフィーチャーしたのが筋の棒だったんだよ、うん、それは貴重の系譜ってもんだけど、うん、それは偉大な仕事だったと思うんだけれども、ただ貴重の系譜ってのがやっぱ面白いじゃない、現代人の目からすれば、うんうんうん、その貴重な絵の方が面白い、まあまあ、今受けするみたいな感じですよ、だからそういう時に狩野派だ大和派だってのはさ、なんかすごい古臭くてつまんなく見えるわけですよ、うんうん、ただやっぱりね、例えば橋本治の平和の日本美術史っていうのは、橋本治はね、あの辻信夫のことは尊敬してるんだけれども、やっぱり、ね、ある種王道の系譜をやったわけですよ、理想の系譜に対して、王道の系譜ってのはあれですよ、やっぱりね、その丸山派があって四条派があって加納派があって、そしてあれで誰だっけ、あ、丸山派四条派って言うんだよね、大和派が、大和への荻野派があって、あとあれでタワ、あのタワレーじゃねえ、なんだっけ、え、丸山、丸山派だ、丸山王、うん、だからそういうそういう流れがあるってことを改めて押さえたって話があるわけですよね、うん、っていうところで言うと、だってもちろんね、既存の系譜ってのは基本的に国宝になっておりません、うん、曽我昭伯も長沢芦雪も、例えば曽我昭伯も長沢芦雪も国宝にはなってない、伊藤若冲は動植祭はなってるけれども、あの、まあそういうところで言うと、だからその国宝になるようになって、やっぱり加納派だったりさ、丸山派だったり土佐派だったり、まあそういう話なので、丸山王君もでも国宝になってるの2点ぐらいだけどね、ただそういうところの中で言えば、ただ要するに日本美術はある種王道は王道なんだけど、その王道の美意識の面白さって確かにあるとは思う、面白さっていうかやっぱりまあ大したもんですよ、いやだからね、加納永徳のね、今回展示されないと思うけどね、唐津市図屏風ってさ、俺久々にだからあれですよ、芸大博物館に見に行ったけど、いや凄まじい、あれはあれはすごい、いやあれは基本的に別にあれですよ、あの同じ時代で言えば、つまり我々あの加納永徳っていうのは要するに、16世紀に来た人ですよ、1500年代徳川幕府の前、安土桃山、
で1500年代のそうだね、ルーベンスとかで合ってるかな、ルーベンスとかティツィアーノとかさ、ティントレットとかに負けない絵を描いてますよ、あれは。だからそういうところで言えば、今回それは展示されないと思うけれども、やっぱりね、日本美術には面白いというのはやっぱり、別に日本人だから面白いと思えという気は全くないんだけれど、まあ、それはやっぱりあると思いますね、うん、僕はやっぱりね、面白いと思うし好きなんですよ。タワラソーダスとかやっぱ面白いですね。だから茜で一応ね、茜で一度日本美術を語るってやってもいいんだけど、うん、ただこれついてこれる人が誰もいないって問題が生じるわけですね、うんうん、多分赤木さんも日本美術はそんなになんだろうっていうところなんですよね。はい、うん、じゃあそんな感じでいいですかね。そう、じゃあ短くまとめた方がいいんでしょう。はい、っていうところで、じゃあ短くまとめます。だからというところの中で、だからね、終わるのは何日ぐらいでしたっけ。何が国宝展終わるの。だからさっき聞いた話だと5時日にち、でも日曜5時で、あ、いや、日にち的に来年の、いや、だからさ、前期後期で言うと年明けまではやるが、でも短いよ期間としては。ああ、と思う俺は。だからね、12月11日11日までですね。は超短いじゃん。短いっす、超短いっすね。やっぱり、いや、だから国宝は日本だから、要するに日本の国宝の書画関係っていうのはやっぱり保存の問題大きいんですよ。あ、っていうのは、そんなの出しとくとすぐ劣化したもんなんですか。分かんないけどね、どうもね、油絵に比べれば全然そういうところがあるらしい。まあそうっすね、水ですからね、基本的に油使ってないと劣化激しそうっすね。確かに、まあただ基本的にはやっぱり、まあ、ちょっとだけ最後に言うとさ、うん、ただまあとはいえ、例えば当たり前なんだけど、葛飾北斎の作品で国宝になってるものはないんですよ、うん、まあ浮世絵師だし、肉筆画も国宝になってるものはない。だからまあ結局ね、まあある種はね、結局いわゆる古美術系じゃねって言われたらまあそうなんだけどね、うん、既存の系譜の作家は多分全然ない。ないのはだから伊藤若冲だって三の丸肖像館だから、うん、っていうのはあるんだけれども、これって 何時間ぐらい、2時間ぐらい見れるもんなんですか、こういう国宝。いや問題は空いてりゃいいんだが、絶対大混雑なんだよね。ああ、でも予約制だったら、だから伊藤若冲やった時も大混雑だったみたいな。予約制だったらそんな困らないんじゃないですか、みんなずっと見てる。予約で全部書き込んでるから。うん、予約しなかったらパンクするレベルだから。ああ、予約しても、予約で撮っててもかなり人がいる。まあ今イタリアのどこぞの美術館でやってるフェルメール20点全部20点揃えました展も大混雑も大混雑だろうけどね、全世界から。ただまああれですね、基本的にはだから大混雑だし予約の苦行が必要なんだろうけど、あ、ただなんか分かんない、まあ、大混雑だ苦行だろうけど、あ、ただなんかさっき聞いたところによればあれですね、まあはっきり言うと、いわゆる障害手帳を所持している人は予約なしでも入れるらしい、付き添い込みでっていうことはあるみたいなんだけど、まあ僕はちょっとそれ直接喋ったけど、そうみたいなんだなっていうことはあるみたいなんだけれども、とはいえ、だからまああれですね、ただやっぱりなんかまあ結局ね、日本美術の王道の中の王道みたいなのをまあ延々見せられた話ではあるけれども、ただまあなんかね、ただまあせっかくだからね、まあ国宝が国宝であることには僕は基本的には理由があると思っていて、日本の国宝選定って別にさ、なんでこれが国宝やねんっていうのはそんなにないと聞いている、うん、基本的に言えばっていうようなところの中で言えば、だからそういうのはやっぱね、まああれですね、追いかけてみるのは全然いいと思うし、だから基本的に日本美術の一つの王道の、まあ、まああくまで東京博物館にあるものだけなんだけれども、それの精髄みたいなものをさ、神髄みたいなものをまあ見たい人は大混雑で予約するのも大変だろうけど、見に行ってみると絶対にいいと思う。あと1分ぐらいで終わる、30分終わりますね、はい、じゃあだからそれでだからということなんでね、まあだから、鬼畜さんに滑られた話も大事ですけど、まあ皆さんだから東京国立博物館の国宝展はまあ日本の美術みたいなものに、まあ、どういう形であれ関心がある人は見に行くと面白いと思います。だからそんなに貴重なものがあるわけでは多分ないと思うけれど、ただある種王道の美術、古美術の王道の古美術のなんて言うのかな、あれってものは多分ね結構通覧できると思うので、それはねぜひ見てみると面白いと思いますね。だからまあそういうところで皆さんで、ね、もう僕は別に東博の宣伝をするあれはないんだけれど、東博の国宝展っていうのを知らない方はよかったらね、関心あったらぜひ見に行ったらいいと思います。で、大枠の前期後期、これ見れば、東博の国宝89手帳80手は多分見れるはずなんで、よかったら見に行くといいと思います。じゃあそんな感じで大丈夫ですか？はい、大丈夫です。じゃあ皆さん、じゃあ、ということで、東博の国宝展をよろしくぺこー、バイぺこー、ぺこりんぺこー、ぺこー。